おつにじ。ね、珍しい時間なんですけど、久々にこの時間にやります。おもろね。何がですか。こんにちは、ハートありがとうございます。ちゃ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 んちゃ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 、おつにじです。ハートありがとうございます。お、最悪。お、ティッシュ。ポスターおめでとう。桜ありがとうございます。たくさん桜。ハートありがとうございます。ティッシュ見て。最悪。こうやってしまうはずがこうなっちゃった。結婚してありがとうございます。お断りです。ココハの真似です。お断りです。こんにちは。お団子ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。今日マジであったかくてやばくて、なんか今帰ってきてたんですけど、あったかすぎて。桜ありがとうございます。ティッシュが欲しい。三色団子、桜ありがとうございます。たくさん桜ありがとうございます。桜たくさん、ハートありがとうございます。こんにちは。なんか今日 前髪変じゃない？今日暑いよね。結婚してありがとうございます。桜ありがとうございます。ティッシュが欲しい。桜ありがとうございます。え、今日マジであったかいよね。なんかあったかすぎて逆に。あったかすぎて逆にどういうことって感じのぐらいあったかくて、本当になんか雨とか降るとあったかくなるんだなっていう、季節の変わり目とかってちょっと吹きますね。ね、本当にうまく吹けない。ちょっとママに吹いてもらおうかな。ありがとう桜。レインボースターありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。一気に春になった。やばいね。ここありがとうございます。三色団子いつも応援してます。ありがとうございます。嬉しい。ティッシュ来た。バナナ来た。ありがとうございます桜。ありがとうございます。静かにティッシュ持ってくるのもらう。ありがとう桜、星ありがとうございます。22度いいな。こんにちは。こんにちは。え、ゴンチャ飲みたくてやばい。31飲みたいし、ちょっとオアシスに行くしかない。ありがとうございます。三色団子桜ありがとうございます。おつにじ桜ありがとうございます。ありがとう。綺麗になった。春休みなんか楽しいこと、え、何かな。あんまりないんだよね、特に充実してるとか。これから楽しみなことがあるかな。おつにじ。花粉めちゃくちゃ余裕。ちょっとだけ見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりにこんな時間にやったので。ティータイム桜ありがとうございます。三色団子も桜ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。ありがとう桜。今日7時起きかな。そうだね、公園もあったりして。ツインテールにしたら可愛かったかもしれない。
仕事の休憩中にタイミング良いけどすぐ戻ります。ありがとうございます、来てくれて。桜ありがとうございます。おつにじ初見さん、虹ありがとう。3つも虹ありがとうございます。たくさんありがとうございます。桜餅、おつにじ初見さん、たくさん三色団子ありがとう。桜もありがとうございます。いや、なんか最近なんかあったかくなってきたので楽しいことがあるかなっていう。桜ありがとうございます。ツインテールいいよね。7時とか寝た時間ありがとう。レインボースター10個ありがとうございます。たくさん絶賛仕事中なの、頑張ってください。お仕事ありがとう。三色団子ね、ツインテールしたいんだけど髪の毛止めちゃってるんですよね今日。綺麗ありがとうございます。こんにちは初見さん、たくさんこの時間にやるの久しぶりだから。桜ありがとうございます。なんか今日まつげを変な風に上げちゃって、なんかやっぱりメイク濃いかな、うち。冬眠から目覚めなくなってしまう、目覚めてしまいましたね。やだ、嬉しいけど。ありがとう三色団子たくさん。7月7日にコンサートなどの発表があると予想しています。ココハの真似。いい子でかいよ、帯かけなかったとしてもアメリカの首都は知らなくても。ありがとうございます。桜星ありがとうございます。桜ありがとうございます。メイク濃いでしょ、なんかメイク濃いかなって思って、そう薄くしたいんですよね。薄くても濃くても好き？濃くないですか？うちメイクなんか濃いって書かれてるのを見て、国民メイクが濃いみたいな、なんかこう自然と濃くなっちゃって、なんか濃くなっちゃうんですよね。アイラインを長く引くのが癖で、なんか引かないと落ち着かないんですよ。引いちゃいます。それでどっちも可愛い、ありがとうございます。ありがとう。こっそり見つからないように視聴ガチさん、もしそう、ファンデーションは全然塗ってないんですよ。なのであんまり変わらないんですけど、目元かな、アイラインの長さとか。ありがとう桜、三色団子ありがとうございます。リップ塗る可愛いよね。でもなんかアイシャドウとか塗ってないんですよ、うち。なんかアイラインを引きすぎてるからかな。こういうの結構好き、嬉しい、ありがとう。お仕事してきた雰囲気ある、可愛い、ありがとうございます。本当に前髪今日そんな高い？可愛い、ありがとうございます。落ち着かないね、わかる。目を大きくさせるのに必死でバリッとして映えてます。ありがとうございます。お餅ありがとうございますね。アイラインはまあ長く引いてなんぼって感じなので引きます。おつにじこんにちは。タン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 、こんばんは。まあね、顔がやつだと思うけど、なんか痩せましたよ多分。なんかこの前の制服の目、なんだっけ、いつあったっけこの前の制服の目。この前の制服の目の時がマジでピークで太ってる時で、ピークで太ってる時だったのね、その時が。でなんか本当にめちゃくちゃ太ってて、もう写真撮っても太ってって分かる、嫌だみたいな感じだったんですけど、なんか痩せました。ありがとうございます三色団子。にんじんさんと会ってみたい、会いましょうよ。たくさん
桜ありがとう、ゆわにゃんだけど。三色団子ありがとうございます。お餅ありがとうございます。桜餅アメリカの首都も知らなくても、伊藤ここみです。ここみ伊藤です。I'm happy Thank you。 アイコンイワニャンです。まあいいんですけど。三色団子ありがとうございます。ハートありがとう。アメリカの仕方を知らなかったの。そうですよ。こんにちは。ハートありがとうございます。おつにじ。痩せなくていいよ、可愛いだから、ありがとうございます。会話できますよこれで。いやだ、もうこのボード使えなくなる。中学3年生とか言えなくなっちゃう。変える。知らなくてもここがめっちゃ好きで。アメリカの首都を知らなくてもそうなんですよ。なんかクリスマスの時の方が痩せてたんですけど、なんか顔つきが変わったのか分かんないんですけど、なんか痩せて見える。なんかそういうのってない？絶対にその時より太ってるのに顔は変わったみたいな。夏休みになったら性格の意味が待ってる、楽しみ。ありがとう。カエル描いてるスクショ。おつにじこんにちは、こんばんは。残業頑張って。愛をばかり。こんにちは。アメリカの首都はニューヨーク USA。 大人になった、いつまでね。こんにちは。楽しみに待っててください。シュッとした、引き締まった、めっちゃ可愛い。ここみ GMS まだ出てないです。こんにちは職員さん。ワシントン DC か。ワシントン DC でしたワシントン、まさかのワシントン。そこはニューヨークだよ。仕方がないなんていいのかな。本場頑張るぜ。過去名に変更。ピース。こんにちは。フォローありがとうございます。ありがとう三色団子。まさかのトン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 ワシントン DC。 こんにちは。知らなくてもなんかココハがアニメよくなんかこれわかるみたいな聞いたりするじゃん。ここわかんないんだけどわかるみたいなこと言って、わかんないっていう時にココハが知らないとかやったりしてめっちゃ面白い。あの人はチーム S が大好きだから、 S 公演大好きだから、もうすごい、何でもチーム S の振り付けで知らないってやってきます。ありがとう桜。ありがとうございます桜。ちょっと休みになっちゃった。ありがとう、久しぶり。ありがとう来てくれて。夜も配信しますよ、いつもの時間帯に。ありがとう。え、7日連続配信してんの、うちやば。なんかこうやって続けていくとさ、急にさできなくなっちゃうのが嫌だよね。
途切れんのが。桜ありがとうございます。三色団子も地声斉藤渚さん、なんか声が低くて、声が低いので、なんか声が低い方っているじゃんアイドルでも結構、だからめっちゃ言われます。結構でもなんか声が低い人は可愛いみたいなのを聞いたことがあるので嬉しいです。当たってほしい、お祈りもお願いします。当たりますように絶対に。ありがとう三色団子、桜ありがとうございます。うん、31日待ってます。最近間に合って嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、こちらこそ。いい公演ね、いいよね。そう、この時間でもできるの、パリ休み期間1週間アイドルです。こんにちは、桜ありがとうございます。うん、バンドさんも意外と低め。星ありがとうございます、音符。でもなんか声変わりするらしいんですよ、高校生ぐらいで女子は。ってなると、うちはこれ以上低くなったらもう歌が歌えなくなっちゃうなって思って。やばくない？星ありがとう、音符ありがとうございます。夜もあるよ配信。20代中盤なんだ。ブルーベリーの感想が好きです。ちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃ、ありがとう3つのハート。出せるですか裏声スカウト、ぐらい。音符ありがとう、桜ありがとうございます。ありがとう三色団子。 SNS で見つけた、ハートありがとうございます。三色団子ありがとうございます。こんにちは、制服物見に行ってとても良かったです、ありがとうございます。どうでしたね、可愛いよね。ハートありがとうございます。イルカの声高い、本当に出ないよ裏声。日向ぼっこしたいな、おばあちゃん家に行きたい。なんかおばあちゃん家の夏が大好きで、なんか好きなんですよ。ありがとうございますさくら。 SNS で見つけたお気に入りが、ありがとうございますさくら。なんか今日まつげの上げ方を失敗しちゃって、ずっと目に違和感があります。おそにじです。ココミン帰宅したの、一日元気で楽しめてますよ。今家に帰ってきたところです。あったかすぎて外、万華鏡頑張りました。わずかのか、寒っ、寒っ。おつにじです、ありがとうございます。桜サイリウムカラーは青緑です。暑いでしょ外。そうやってお手紙とか、今日の夜見せようと思ってた。お昼だとあんまり来ないかなって思って、今日の夜受け取ったものを見せようかなって思ってるので待っててください。見たよでもお手紙、なんか感動しました。ママも見たけど、なんか泣いてたママ。寒っ、今日あったかかったですよ。この服が本当に可愛くて、ありがとうございます。三色団子、
朝からありがとうございます。万華鏡といえばにじにじ、嬉しい。まあまあしながら、青は緑だよ。青は緑の由来は、青は長野県の空のその青で、緑が森林です。長野県の森です。まあ、ぜひ言ってください。青緑ありがとう、たくさん。桜ありがとうございます。もう見てるよ結構。今日のお洋服も良きですよ。桜ありがとうございます。お気に入りカフェ、森林ですよ森林。もう長野なので自然しかないところなので、長野県出身です。 SK 初の長野県出身です。え、草原でもいいよ。まあ、雪は、まあ、北海道とか、そう、何方面、東北なので。寒色系冬の久々だった、嬉しい、よかった、久々に慣れて。オンラインサイン会でされた、え、あ、だよね、わかるよ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。わずかの金をせびりもっと嫌うというところがしびれました。わずかいいよね、温泉あるね。ね、ありがとうございます、お手紙感動で。便箋に何枚も青い虹。本当は何色が好きか、黄色と青ですね。でも緑も好き、緑青黄色が好きなんです。手紙メンバー同士で見せ合わないね。え、見えないよ。おつにじです。中の初歴史作りましたよ。チキもこちらこそありがとうございます。ココミンが手紙書けなくなるとき、なんか嬉しいとき。おすにちこんにちは、お手紙ぜひもらってください。じゃーん、ココハちゃんだっけ。そうだよ、似てるんですよね、青黄色緑。たまにちょっとバグります。おつにじです。黄色はなんか昔から黄色が一番好きだったんですよ、保育園から小学校まで黄色が好きで、なんかわかんない、黄色が結構好きで。そう、今日劇場入るんですか。チーム S です。小判ありがとうございますね。こんな時間に珍しいんだけど、またやるので来てください、夜。ハートありがとうございます、たくさん。知らなくても I'm from、 ハートありがとうございます。変わるよね、好きな色って。わかる、なんか気分で変わりますね結構。ありがとう桜、ハートありがとうございます。え、黒好きだったんですよね、なんか小1の時に黒が好きで、黒のカバンを選んでたぐらい黒が好きだったんだけど。ありがとう。ね、黄色珍しいよね。でもピンクも好き、今普通にめちゃくちゃ。ありがとうございます桜。ランドセル黒でした。こんにちは、ありがとうさくら。コメントが飛んじゃった。わかる、ランドセルはねシンプルが一番です。元気ですよ、すごく。今日は早いですよ、でもまた夜もやるので来てください。本当
当にサーティワン食べたいとゴンチャが食べたい。オアシスですありがとう桜。わかる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 。なんか小二くらいになるとさ、みんななんか茶色好きとか言うのがさあったよね。面白かったね。ピンク似合いそう。本当にピンク好きですよ。ピンクの服は集めてるので。ピンクより水色、あ、いいね。うちも水色好きだったけど、水色ひといすぎて嫌で黄色とか言ってた。ありがとう桜。ココミピンクっぽい。そう、最近レッスンバッグを変えたんですよね。レッスンに持ってくカバンを黒ですよ。でも桜ありがとうございます。何時までかな。今何時。え、いいね、31。いいね、パフェ見てよ。みんみんこくみんハッシュタグ見たけど、めっちゃ美味しそうすぎて、もうなんか自然といちごパフェ食べたいって言ってた。ピンクといえばこの前ココミンが着てた服見つけたけど、おそれすぎぜひ買ってみて。おそれしよう。ゴンちゃんいいな。57ありがとう。何時かな。じゃあ16時、何時かな、16時35ぐらいに男女を読みます。で40できる。ピンク似合ってる。紫いいね。言われてた、めっちゃ紫っぽいって。ありがとう桜。アメリ、私はインドネシア出身です。 I'm from Japan です。こんにちは。とても美味しかったです。よかった、いいですね。アメリカンシュート、ありがとう桜。音符ありがとうございます。いちごの季節です。春はいちご狩りに行きたい。長野帰ってきたら食べに行ってみてね。行きたい。レッスン着何色が多いの。え、何かな。白黒。ハートありがとうございます。誰もありがとう。今日いつもと一緒だよ。一緒ですね。黒みがいないんだ。黒みです。友達です。黒みが、黒みさん、黒みちゃんのことをそんな、何があってもサンリオだったら絶対にクロミちゃんがいいってぐらいのクロミファンでもないんですけど、絶対クロミがいいみたいな、クロミしか勝たんみたいな感じじゃないんだけど、可愛いので好きです。でも全然ケロッピも好きだし、あのなんだっけ、キティちゃんも大好きだし、あれあのなんだっけ、シナモンロールも大好きだし、全然何でも好きなんですよ。ハートありがとうございます。だるま桜ありがとうございます。 I'm from Japan 2です。過去みんなアクスターいいね。アクスター、このショールームに迷い込んでしまったって。 Oh no、 ありがとうございます。三色団子かわいいでしょ。制服の目のみんな色違う衣装、わかるよ。今の以外だったらどれ着たいか。ピンク、ありがとう桜。クロミちゃんいるよ。じゃん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 。ケロケロケロッピも好き。何が一番好き、何かな。何でも好きですよ。もうこれはなんか可愛すぎて握りつぶしたくなる。可愛い、可愛いよね。じゃん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 。なんかいつもと配信場所違うかも。でも確かに前メロ、前メロ好き。あ、前メロも好きです。本当に何でも好きです、あのサンリオに関しては。え、コギミュンいるね。え、いいね、サンリオピュアランド。
僕はシーナモンウサギじゃないもんってやつがあるんですけど、それです。シナモンの歌ってやつはこの前話した。僕はシーナモンウサギじゃないもん男の子ってやつがあるんですけど、わかるかな誰か。シナモンの歌わかるみんな。僕はシーナモンってやつ、そう春休みなんですよ。ありがとう桜。あ、桜ありがとうございます。たくさん。あ、ケアベアも好きですね。最近国民が好きそうな韓国のウサギのキャラクター見つけて、なんかプレゼント、ありがとう、嬉しい、楽しみ。キュートアグレッシブあるね。なんかさ、好きすぎて食べたくなるみたいな。え、みんな湧く、そういうの。好きすぎて、可愛すぎて食べたいとかさ、好きすぎて食べたくなるとか湧く、そういう気持ち。ありがとうさくら、仕事に戻ります。ありがとう来てくれて、頑張ってください。こんにちは。ポチャっこいいね。オイラかわいいね。今度劇場持ってく、ありがとう、ありがとう。おつにし、ケアベア好きだよ。でもめちゃくちゃケアベアね、TikTok で見るよね。僕はシーナもウサギじゃないもん男の子の子、甘いのかわいいのって曲があるんですよ。え、そう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 、可愛いですよ。おつにじしら、たん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 で、まあ、TikTok 撮ったんですけど、ありがとうございます桜。長坂さん、え、全然何でも嬉しい。え、わかる、小さい頃って何でも食べようとしない。なんかおままごとのセットとかも食べてたからさ、布団とかも食べてて糸全部取ってた。ゴミはコアラのマーチね。あれさ、やりたいんですけど、伊藤しかないんですよね。こんにちは、食べたいけどね、食べたいけどね。桜ありがとうございます。こんにちは、食べたいけどね。まあね、食べれないもんね、可愛いからって。茶色のマクロン、やばいそれ。でもさ、なんかクレヨンってさ、わかる、食べたくなるよね。わかるよ、なんか食べれそうだもんね。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんで TikTok 撮りました。コメントしてくださいぜひ、ココミンって。ビーヤン、おつにじさくらありがとうございます。ありがとう三色団子、さくらありがとう。ちょっと出かけてくる、また夜にね。ありがとうございます、来てくれて。ありがとう。クレヨン食べ、クレヨンクレヨン食べるよね。え、消しゴム食べた、消しゴム食べてましたね。え、いまだにいろんなもの食べます、うち。なんか普通に食べる、食べれないものでも。ココミン頑張ってね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。さくらありがとうございます。青は緑粘土ね。うち結構いろんなもの食べてるよ、常に。あの、食べてるっていうか、噛みます。ありがとうございます三色団子。最近変わったもの、なんか食べたっていうか噛んだなら、全然昨日とか全然食べたいもの噛んでました。これ食べてみたいなみたいな感じで。葉っぱね、葉っぱよく食べるよね、ちっちゃい頃。シャーペンの芯美味しいらしいね。でもストローは噛む、え、わかる、ストロー噛むよね、マジでわかる。最初からありがとうございます。え、言ったらなんか普通に言いません、あれ気持ち悪いから。え、ティッシュね、ティッシュは昔食べたりしてました、甘いやつ。唇噛むの癖で。
ドスコイ部屋から赤のシーン、なんかシャーペン効くよね、食べるみたいな、どんなものを感じるかちょっと考えておいてください。本当におもろ、面白くて無理なんかママにも言うし、それなんかママに普通になんかさっきこれ触ってみたね、感触が柔らかくて噛んでみたみたいな普通に言うし、なんかあざできてるんだけど、なんかママになんかさっきこれ触ってみたら柔らかいから食べてみたみたいな言うけど、ママへーしか言わない。なんかもう多分うちがそういうことをしすぎて何も言わなくなってくる。甘いティッシュあるよ、でもさっきのこれは甘くないけど、ごめん、何でも食べる世代なんだ。アイスの木の棒噛む、スクイーズ食べてた昔、食べるね。食べてみたいもの、今は普通に食べ物だったらサーティワンとあのゴンチョを食べたくて、オアシスにどっちもあるからオアシスいいなっていう。今日あったかすぎて本当になんか嬉しくて泣きそうになったんだよね。ありがとうございます、青は緑、噛まれたい人生ありがとうございます。ママもね、もうへえみたいな。サーティワン、ね、何かな、ホッピングシャワーとキャラメルリボンです。めっちゃ高いよね、あったかくて嬉しすぎて泣きそうだったんですよ本当に。今日外で出てきてあったかくてやばい、泣きそうみたいな感じでしたね。ピーン、飼ってる猫が可愛くて、わかるかも、なんかそれわかる。だってなんかさ、自分の飼ってる動物とかさ、自分の好きなさ推しメンの子とかさ、なんか食べたくなんない。キャラメルリボン美味しいよね、パピコ美味しいね、ゴンチャね、ゴンチャは黒蜜、黒糖です、黒糖。ありがとうアイス、うん、ありがとうアイス、いただきます。そうだ美味しいよね、なんかちっちゃい頃ってミントめっちゃ好きでさ食べてたけどさ、結局ミントってあんま食べなくなるよね。ホッピングシャワー本当に美味しい。はてな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 、ありがとう、コットンキャンディ美味しい、もう何でも美味しい、ありがとうございます。三色団子サーティワン、いつも定番となる場合、その新作による、新作がなんかコットンキャンディーとか美味しそうなやつだったら新作に行きますけど、なんかあんまり美味しくなさそうだったらそのまんまですね。おつにし、ココハはなんか食べてきたりします、人を。ミント美味しいでしょ。ホッピングじゃん、ホッピングなかったらやばくない、それそれ問題、かわいそう。ありがとうございますさくら、こんにちは、ありがとうさくら、だるまもありがとうございます。まさかこの時間からね、めずらでめずらめずらでめずらです。今日はでもあれですね、また夜やるので。メロンアイスいいね、ありがとうございます桜三色団子、うん、アイスケーキこの前食べたんですよ、もう美味しすぎてやばかった、やっぱアイスケーキ美味しかったです。今日休みで銭湯いいな、珍しいね、普通にコンサートとか行かない、行かずにってことかな、普通に今日はお休み、すごい本当にお休みの日。マスクメロン三色団子ありがとうございます、桜ありがとうございます。
ゆわにゃん、今おすすめのお菓子何かな。ねるねるねるねとかチーク菓子ですね。メズラでもみんな来てすごね、ありがとうございます。おやっぱこの後ライブあるじゃん、ほらもうねあれですね、わかりますね、この後ライブがあるかとか。こんにちは、おすにじリップ濃いかな。え、マジでさ、チーク菓子って美味しいよね。本当にチーク菓子美味しい。なんかリップ濃い本当にチーク菓子好きだった。なんか昔 YouTuber に憧れてて、本当に YouTuber だったの、世代がね、うちのもうなんか商品紹介 YouTuber みたいなのが流行ってて、昔のアルバムお母さんとかの見ると、じゃあ今はこれからこのお菓子を作っていきたいと思いますみたいな動画しかなくて、やばい、ほど丸上がりですね、すごい。こんにちは、 T シャツのおめきでゴミ箱になった気分、ありがとうさくら、そのティッシュください。なんかあのね、血を集める趣味が、趣味っていうか、そのなんか例えばさ、あの唇から血が出たりする時とかあるじゃん、手く、なんか手から血が出るとか、なんかそういう時にあのティッシュ、血を集めるっていうのをやってて、そうやってたんですよ。ありがとう桜、ありがとうございます。なんかこのティッシュ、こうごめんね、リップ血じゃないからね、このリップを、リップのティッシュをね、あのこのティッシュ一面を血で染めたくてっていうのをやってて、まあ、全然今は、最近はやってないんですけど、これも高齢すぎて やってるのがママに何も言われなくなった。これ全然やばい系じゃない、全然普通なの全然普通なんだよね、やってること。でもみんないるんじゃない、これお姉ちゃんもやってたからさ。そう、ありがとうございます、さくら、こんにちは。さくら、ありがとうございます。私バンバンよ。そう、それをやってるんですよね、血が出ると。でも最近は全然あのなんか唇の皮がむけるとか、さすくれがむけるとかないので安全です。さくら、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。鉛筆の芯折れた芯集めた、え、待って、見たことあるかも。なんかさ、筆箱にさ集めてる人いたよね、なんか筆箱でダンゴムシ育てたりとかさ、いなかった、引き出しでダンゴムシ育てるとか、いなかったかな、うちだけかな。ありがとう、さくら。全然でしょ、なんかもう全然、長野限定、やばい。おすにじ。さくら、ありがとうございます。え、マジで？いない？いないの？やってる人、え、びっくりなんだけど。結構いるかと思った。ダンゴムシです。え、クワガタ入れてたの？え、血じゃないよ、リップです。リップ、リップ、龍が如くね、み、あのあれですよ、お姉ちゃんがやってるのを隣で見てて、そう、今日レッスン違いますよ。あ、でもなんか、なんか謎に踊ってはきました。じゃん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 、え、待って待って、めっちゃ懐かしい、下駄箱でダンゴムシ育ててた人もいたんだけど、下駄箱にさ、
え、待って、なんかさ、下駄箱にさ綺麗な泥団子置いてる人とかっていてさ、そういうの見てさ、あれだよね、壊したくなるよね、 ああいう人見ると。え、だ、懐かしい、コンビニの明かりにカブトムシ飛んできたりとか。知らない。全然ないよ、もう全然。虫は大嫌い人間だったので、あの全然。コンビ前髪は、え、どうなんだろう。ありがとうございます、レインボースター。さ、あの制服の目のゲネプの時にダンゴムシの話したんですよ。そしたらすごいみんな笑ってくれて嬉しかったです。ゲネプロで話しました、ダンゴムシの話を。悪ココミンですね。なんか最近悪15歳って言われてるんですよね。あのサータンと、サータンかきれなココハトだから丸15歳みたいな言われる。何時くらい、16時40分に切ります。でもまたやります。部屋でお風呂に帰るとか。ありがとうございます、桜。え、でもうちは虫をね、なんかお母さんが本当に虫がいけるんですよ。虫を育てるのがうまくて、なんか虫を冬眠させて、春っていうか夏頃に、あのなんていうの、森に返すことができてて、すごくない？それくらいなんかママが虫育てるのが上手だったんですよ。虫は虫。今日本当に暖かくて嬉しい、桜。ありがとうございます。バル15歳始めますか、そろそろ。ありがとうございます、すごいでしょ。カブトムシだったっけ、カブトムシだった気がする。なんかそれを冬眠させて返したみたいな。え、コオロギ育てたよ。うちもコオロギやってた、コオロギやってました。うちは虫持てない、何も。唯一持てる虫何もないくらい。ありがとうございます、桜。ありがとうございます、桜たくさん。カブトムシってさ絶対みんなハマるよね、男子。ありがとうございます、桜。え、わかる。オタマジャクシさ、なんかさ救うよね、育てたくて。オタマジャクシって、やだ懐かしい。え、あのさ昆虫ゼリー、あれ美味しそうじゃない、あのカブトムシにあげるゼリー。ありがとう、さくら。え、ハマるでしょ。大人になったら触れなくなったよ。嫌でしょ。虫はマジで嫌です。昆虫ゼリーまずかった。昆虫ゼリー食べたことないけど、なんか食べたいなって思いながら見せたのあった。やめてー、本当にここが好きなんですよね。今日ずっとこれやってた、離れなくて頭からね。美味しそうだよね。え、犬の餌も美味しそう。たまに食べたくなる、犬飼ってるから。人間ゼリーありがとうございます、さくら。美味しそうではあるよね。キャットフード、猫好きだもんね。猫
しまったことあった。美味しかった、ありがとう。昆虫のものです。犬の餌美味しかった。本当にチュールみたいな、なんか YouTuber でいたよね、食べてみるみたいな。犬のグミも美味しそうだよね。こんにちは、グミ美味しそう。え、グミ食べたい。ありがとうございます。三色団子、え、あるよね、ガム、犬が噛む用の。ありがとうございます、さくら。え、待って、缶詰間違えてペット用買ってる人うち何回か見たことあるよ。コミ、何でも美味しく食べます。チュール美味しそうだよね。害はないから大丈夫じゃない。え、ないよ絶対に、ないよね。ありがとうございます、さくら。三色団子ありがとうございます。おつにじ、ここ何の振りか分かる人いるのかな。そしたらめっちゃすごいと思う。まあ、ココハがよくやってるやつなんだけど、これは。え、そうなんですよ、マシュマロ食べれるようになって、やばくない？あのマシュマロが食べれるようになりました。私も噛み癖あったけど、え、なんか人の手を急に噛みたくなったりする気ってない？え、本当にこれは多分みんなあるんだけど、あるんだけど、ココハとかに行っても共感してくれた。なんか噛みたくなるみたいな、人の手を。おつまみだと思って、え、大丈夫？食べれた？大丈夫？おつにじ、マシュマロ食べれました。なんか急に昨日夜にね、ママにね、なんかマシュマロ食べたいとか言って、でママがえみたいな、急にみたいなこと言ったけど、なんか夜一人で買いに行ってくれたマシュマロ、いやさ、ありがとうございます。なんかレンジでチンして食べたら美味しいんですよ、マシュマロ。あと焼くやつ、分かるっちゃ分かるでしょ。彼女とかだったら、ね、だからなんかそういうこと、そういうこと、彼女とかそういうので、例えば推しメンとかさ、なんか、うん、大丈夫でしたよ、よかった、みやびちゃんの手食べたい。ママミン優しいでしょ。え、めっちゃ同じこと書いてるじゃん、ママミン優しい、ザリガニ釣ってた、いいね。え、その、そう、食べたくなるっていう人の手を食べるっていうか噛む。こんにちは。え、なんかあるよね、そういうのよく見ますよ、噛むみたいな話。焼きマシュマロ美味しいだよね。美味しかった、普通に。まさかのかぶり。え、ココハはなんか手を噛んできたりとかします。ありがとうございます。こんにちは、振り当てクイズ、これココハがよくやるんですよね。え、知らない、え、わからないみたいな感じで。ハート、ありがとうございます。実際にココミ分かんなこと、え、ないんじゃない？え、分からない、なさそう多分。え、分からない、記憶がないんだよね最近。ありがとうございます、から。最近はない、見たことあるでしょ。あ、そうだよ、リトマです。そう、そこが好きで。リトマです。じゃんじゃんじゃん、
はじめまして絵文字かわいいね。絵文字で会話が。こんにちは、リトマです。ココハがよくやってます。え、知らないみたいな。ココハ今日 S です。リトマ寿司わかるわ、なんかわかる。ありがとうございます。さくら、アンダーもね、待っててください。今日の前も調子良さそうじゃない、わかる、思いました。まあ、自分でやりましたけどね今日も。スコーン衣装かわいい、かわいいよね、かわいいよね。何の衣装が好きかな。え、でも K2 はかわいいよね。リトマの意味、リは了解で、マはマジのマです。セルフ、そうだよ、セルフだよ。ありがとうございます。犬ね、なんか犬ね、でもうちの犬も全く噛まないんですよね。そういうもんなのかな。ありがとうございます。さくら合ってるでしょ。り、了解のりとマジのま、知ってますよ。こんにちは、ラマルくん。あ、ソラマルの写真も送りたいと思ってたんだよ、メールで。ココミンのところの犬はミニチュアダックスです。調べてみて、ミニチュアダックス可愛いから、本当に可愛いから。こんにちは、調べてみてね。メールに送りたい。桜ありがとうございます。なんか前まで結構送ってたんですけど最近送れてないので、ありがとうございます。桜ね、かわいいよね、みーちゃんダックス。わかる。足短いの。かわいいですよ。こんにちは。かわいいよね。犬は何でもかわいくて。猫もです。さすがに調べなくても知ってる現象、さすが。ピンク制服ですよ、今日の夕方メール。ツインテール。飼い主に寝るから可愛いに間違いない、ありがとう。この前は猫だったけどこの前は猫だったけど、ありがとう。うんね、長野に帰った時にまたランマルを出したいです。ココミン、どちらかというと犬がそう言われます。なんか猫って言われる時もあるし犬って言われる時もあって、なんか日によるんですよね。え、どっちだと思う？こんにちは、ありがとうございます。おすにじ、こんにちは。そうだよ、見てよ、あれ、今日の夕方メールがあれなので、制服のツインテールなので、見てね。犬顔？犬かな、どっちかというと犬。もう犬か、犬か、犬か。楽しみですね。え、送ったよ、もう夕方メール、ツインテールのセーラー服。ありがとうございます。
三色団子、え、性格めっちゃ猫だよ、もうめちゃくちゃ猫。ホミフォルダいいな、見たい、ありがとうございます。三色団子犬か連発されるぞ、いろいろ本当に、なんで犬か、犬か、ありがとうございます。桜おつにじこんにちは、おつにじこんにちは、ありがとうございます。初訪問の方、え、今日本当にめっちゃ初訪問の方来る、性格猫です、めちゃくちゃやばいくらい猫です。え、ごめん、今何起きた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 、今何が起きた、今なんか止まった、よかった、焦った、すいません、なんかいろんなさ変なものをしちゃってさ、変なものをさ押しちゃって、ありがとう、よかった、焦る、始まりました、よかった。え、ありがとうございます、フォロワー3000、あと55人です、ぜひフォローもしていってください。ありがとう、焦って一度落としてもう一回繋いだ、変なことが起きたんですよね今、ハートありがとうございます。コミュのさ、いつもよりさうまくさ設定ができない、ハートありがとうございます、桜ありがとうございます。めちゃくちゃ内側の問題だよ、桜ありがとうございます、可愛い、ありがとう、なんか前髪さこの一瞬で変になった、こちらそれは気のせい、それは気のせいかな、ありがとうございます。え、でもね今おかしかったのうちのせいなんだよね、悩みかわいい、ありがとうございます、35分ありがとう、おつにじこんにちは、よかった、なんか一瞬切れたんですよね今一瞬配信が、そう、かわいい、ありがとうございます、かわいいですよ、ありがとうございます、ありがとうございます。30、え、何時読めばいいんだろう、何時読めばいいと思う、じゃあ40分に読みます、壇上を40分に読みます、ありがとう、さくら書き入れだね、書き入れだね、配信をだからね、ありがとうございます、フリーズしても可愛い、本当にそんなことはないよ、半目でフリーズしたら全然可愛くないからね、
ありがとうございます。さくら、こんにちは、ありがとう。三色団子、かきれなのスマホが心配。かきれなが心配じゃなくて、かきれなのスマホが心配。ありがとうございます、レインボースター。おつにじ、こんにちは。ダダダダダダーン、かわいい、ありがとうございます。え、やだ、絶対ブスじゃん、半分のスクショとか。絶対ブスだよ、やばいよ多分。やばですね。いや、888だ、嬉しい。8、ありがとう、レインボースター。888だよ、早く会いたいのね。マジで会いたい。なんだっけ、マジで会いたいってなんだっけ。会いたい、あ、わかった、何がわかった。で、マジで会いたいね。8です。あ、9013、ありがとうございます。やった、パチパチですよ。世界一半目が可愛い生物 80% 80% の人なので、ありがとうございます。来月ね、当たりますように。皆さんが当たりますように。自分も会いたいですね、会いたいよ。ね、早くね、会える日が来ますように。エゴがキュート。ありがとうございます。川村ゆあちゃんのところから来たらテンションのリラックスに驚く。ピエン。めっちゃ面白くない人なので、結構カエル化しやすい性格なのに、ココミン絶対なら、本当にそれやばいよ。うちマジでカエル化だからね、常に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 。ありがとう、さくら。インドネシア、ハローハロー、ハート、ありがとうございます。ハートありがとうございます。じゃん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 、絵だけ変えるか。今日はブラックコミしてて、確かに悪15歳なので。ありがとう、さくら、ありがとうございます。楽しい配信だよ、ありがとうございます。うち京香さんにこれやってるんですよね、この前の制服の目のあのアンテナの時か、二人で何かするときに。ありがとうございます、さくら。三色団子、ありがとうございます。フォロー、ありがとうございます。フォローもありがとうございます。ココミ配信大好きです、ありがとうございます。だん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 、ワルミンね、お待ちください。ワルミン、ありがとう、さくら。そう、ユーキュート、ありがとう、センキュー、センキュー、センキュー。世の中にバレちゃいますね。髪サラサラ、サラじゃないだけにサラサラじゃないよ、全然痛みまくりなんですよね、髪の毛。ほら、もう結構ヤバめ。ワルキー、ワルキーいいよね、やってみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます、さくら。
え、42分読みますね。13位はリラック物語、ありがとうございます。12位は大村さんの上りを持った男の子の方、ありがとうございます。11位はなんだこれ、指を指してる猫の方、ありがとうございます。10位はサーモンのアザラシの方、ありがとうございます。9位はシナモンの方、ありがとうございます。8位は男の子の方、ありがとうございます。初期の7位は SK48 のクマの方、ありがとうございます。6位は歌舞伎の方、ありがとうございます。5位はラーメン女の子の方、ありがとうございます。4位は岡本さんの浮き輪を持った男の子の方、ありがとうございます。3位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。2位はポチャッコの方、ありがとうございます。1位はドグンの方、ありがとうございます。ドグンの方1位ありがとうございます。今日は久しぶりに配信をこの時間にやったんですけど、来てくれた皆さんもギフトをたくさんくれた皆さんもギフトくれた方もありがとうございます。コメントも髪染めてないです、ありがとうございます。さくら、あとちょっとだね。1万いくかな、いくかな。仕事なる、お疲れ様です。わらきー、さくらありがとうございます。いくかな、待ってみる。ここまで来たら1万いった方がなんかスッキリ終わるよね。ありがとうございます。1万で終わりか、いいね。それもじゃあ粘ってみます、頑張ります。まあね、あのやるので普通に、あとでまたショールームも。ありがとうございます。わらきー、そうだな、そうだよな。ありがとうさくら、ありがとうございます。皆さんそんなさくらお持ち、さくらありがとうございます。ありがとうございますさくら、こんにちは。わらきーありがとうさくら、こんにちは。興味がある、なんかワルキーって言ったらこっちゃんのイメージあるんだけどさ、こっちゃんが配信でワルキー歌っててさ、それでワルキーのイメージがあるんだよね。え、今日はなんか普段着てみない服を着てみたんですよ、配信で。これはなんか普通に私服で着たくて買ったんですけど、可愛くない？初めて着ました今日。でも本当にこれから春になるのから着たいなと思って、この服はなんかドタイプの服だったので、絶対に今年の春着ます。ジッパーの衣装着たい。ジッパーだよね。ありがとうございます。三色団子かわいいでしょ。なんで書いたのこれ、ちょっとわからないんですけど、かわいいんですよこの服。とてもジッパーかわいいよね。あの衣装が着たいんですよね。かわいいでしょ。でもこれはちょっと脇汗かいたら死ぬタイプなので、あんまり着れないですね。ありがとうさくら、ありがとうございますさくら、たくさん。え、冬のココミそろそろ消えます。ファン、何ファンって、何なんだろうファンって。ファン、サイサイサイ、
そうなんですよね。可愛いでしょ。でもあんまり着れないんですよね。汗かいたら死ぬタイプ。嫌だよねそれ。汗かいたら死ぬタイプの服が。楽しい。楽しみの意味。ファンって書いてある。え、どういうこと？お、嬉しい、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。三色団子ありがとうございます。ファンの意味。楽しい。ファン。うん、わかるよ。ありがとうございます。脇汗って一番嫌じゃない？ありがとうございます。あ、一枚いった、ありがとうございます。やった、ありがとう。来た、ありがとうございます。ありがとう、サンキュー、センキュー、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん送ってくれた方たくさんありがとうございます。ありがとう、記念スクショ。待って、なんかさ、いつも同じポーズなんだけどさ、あんまりわからない、何がいいのか。猫、なんだろう、喧嘩なんでも可愛い 80% なので、世界の可愛いを 80% 詰めてあるので。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、え、これなってる、なんかうまく。ありがとうございます、ウィンク。ありがとうございました。今日も配信があったんですけど、またやりますけど、ありがとうございます、来てくれて。またやるので来てください、お願いします。また後でやります。これ今日カメラうまくならないんだけど。ありがとうございます。ありがとう、またね、ありがとうございます、来てくれて皆さん。また後で会いましょう。切ります。お疲れ様。